1番、ズラタンはオーディションを受けない。貧しい家庭で生まれ育ったイブラは、幼少期から常に疎外感を感じていたことから、人は誰しも一人だという事実に早い段階で気がつくと、高校生時には全てを自分軸で捉えるイブラマインドが完成。そんなある日、マルメのユースチームでプレーしていたイブラは、アーセナルからトライアウトを受けてみないか、と誘いを受けた。マルメはスウェーデンの名門クラブだが、アーセナルとなればクラブの格もサラリーも別次元で、イブラにとってはまたとない大きなチャンスだった。ところが17歳のズラタン・イブラヒモビッチ少年は、オーディションは受けない、とこの誘いを一蹴したのだ。この時からズラタンはズラタンやったんやな。17歳にしては肝が据わりすぎている。生まれながらに勝者やな。幼少期で飛行に走らなかったのがすごい。2番、俺はズラタン星からやってきた。2017年にユナイテッドから LA ギャラクシーにやってきたイブラは、すでに36歳になっていたこと、そして怪我からの復帰から間もない状況だったことで不安もささやかれたものの、加入直後からゴールを量産する大活躍を見せ、加入初年度から27試合に出場して22ゴール10アシストを記録。新人賞、ベストイレブン、年間最優秀ゴール賞など個人タイトルを総なめ。そんなイブラはシーズン終了後のインタビューで、俺は俺自身の惑星からやってきて、誰も目にしたことがないようなものを持ってきた。その惑星が月島みたいな地域だと思っていた人たちは俺のことを異物と見て歓迎しなかった。だけど今ではみんなが俺についてくるようになった。俺は俺の惑星ズラタン星から来たんだ、とアメリカでもそのイブラ節を炸裂させた。意味不明だけどなんかかっこよくてくさ。メッシ、ロナウドに続く3人目の宇宙人。コピーライターでも食っていけるやろこいつ。コリン星みたいで可愛いな。3番、俺はフェラーリなんだ。2009年の夏にサミュエル・エトを足す4600万ユーロでバルセロナに出向いたイブラだったが、ジョゼップ・グアルディオラ監督とソリが合わずたった1シーズンでクラブを退団。後のインタビューでバルセロナ時代について聞かれた際に、俺を買うということはフェラーリを買うこと。フェラーリを運転するなら高級なガソリンをタンクに入れて高速をかっ飛ばすべきだ。だがグアルディオラは軽油で満タンに椎中道でスリップさせた。あいつはフィアットを買うべきだったな、と痛烈に批判。メッシの奴隷になれるかどうかだもんな。奴隷になれないやつは排除。そりゃ優秀なやつほど出ていくわな。これのちの実績とかで見返してたら言えるコメントだよな。イブラは最強だけど相手がメッシだったのが運がなかった。まあ結果的にイブラよりメッシを選んだペップは正しかったな。4番、俺の家に来い。ゲイかどうか証明してやろう。バルセロナ時代の同僚だったジェラール・ピケとの駐車場での親密な写真が流出した影響でゲイカップル疑惑をかけられたイブラは、その後女性レポーターからしつこくこのことについて聞かれた際に、妹と一緒に俺の家に来い、俺がゲイかどうか試してやる、とイブラ以外なら許されないとストレート発言をぶちかました。これを言っていいのはハンマ・ユージローとイブラだけ。イブラよ、俺を犯せ。レポーターと 3P は草。イブラヒモビッチのイブラヒモでビッチビッチにされたい。レポーターの女絶対興奮してたやろ。仮にピケと付き合ってたとしてもそれはそれでありだお。5番、小艇でフロントガラスを破壊。2022年5月1011シーズンぶりのリーグ優勝に向け気合が入りまくったミラニスタたちが、本拠地サンシーロに向かうチームバスを囲み、11年ぶりの優勝をかけ試合に挑む選手たちをエールで後押ししていると、バスの運転席近くにイブラが登場。イブラが両手でサポーターを煽ると、それに呼応してミラニスタも大声援を送った。そんなサポーターの姿に興奮したイブラはフロントガラスに手をつき、右の手のひらを数度打ちつけた。するとフロントガラスが耐えきることができず、手のひらサイズのひびが入ってしまったのである。ただの怪物で草。サポーターの声援に興奮しちゃうのかわいな。優勝決定戦の直前にこんなことされたらそら興奮するわ。記念にこのチームバスはフロントガラスを割れたままにしておこう。俺の中ではサッカー版のラオウだわ。三木谷、ヴィッセル神戸に呼びたいな。サッカー選手より格闘技やった方が良かったんじゃないか。自分の力を把握しきれてない化け物。6番、俺自体がプレゼントだ。11歳年上のセレナさんとの婚約を発表した際に、記者陣から奥様へのプレゼントについて聞かれたイブラはこう答えた。奥さんの誕生日に何のプレゼントをしたって。何もしてないよ。だって彼女にはもうズラタンがいるだろう。なんだこいつ、男の理想すぎるだろう。まあ確かにどんな高級な車や時計よりもイブラの方が価値があるよな。こんなこと言っといてちゃっかり自分の写真を奥さんにプレゼントしてるイブラかわいい。わいが妻の誕生日にこれ言ったら拷問されてまう。7番、2016年6月契約満了によりパリ・サンジェルマンを退団し、マンチェスター・ユナイテッドに移籍したズラタン。ただパリに所属した4年間で一度もエッフェル塔を見に行ったことがないらしく、その理由についてイブラは、エッフェル塔を俺の銅像に置き換えてくれなかったから、と説明し、
パリでの契約最終年で最速でのリーグ優勝を決めた際にも、俺は来季ここにはいないだろう。残りの期間は約1ヶ月半だ。もしエッフェル塔に代わって俺の銅像を建てるなら残ってやってもいい。約束だ。と自身の偉大さからすればエッフェル塔など眼中にないことをアピールした。むちゃくちゃな要求で草。エッフェル塔と同じ大きさのイブラ像を想像したら草。他国でこの発言できるのはズラタンだけやな。イブラを一つのところに収めるに8本くらいせんとな。8番、2004年イブラと元オランダ代表のファンデルファールトがアヤックスでチームメイトだった時、代表選手として練習試合で対戦したことがあった。その試合中イブラとの接触でファンデルファールトが負傷し、その場でストレッチャーで運ばれピッチを退いたのだが、その数日後にファンデルファールトは、イブラはわざとファールをしたんだと発言。通常時のイブラであればここでブチ切れるはずだが、さすがに先輩であるファンデルファールトに立てつくわけにもいかず、故意的なファールではないと説明した上で改めて謝罪。それでもファンデルファールトの怒りは収まらなかったようで、アヤックスに戻ってからもバチバチの関係が継続。そこで当時アヤックスの監督だったロナルド・クーマンは、二人を仲直りさせるべく話し合いの場を用意したものの、ファンデルファールトはそこでもイブラのファールを故意的だと主張した。すると堪忍袋の緒が切れたイブラが、わざとじゃないと言ってるだろう。もし俺を侮辱し続けるなら、次はお前の両足をへし折ってやろうか。今度は故意的にな。こうして二人の関係には一生埋まることのない溝が生まれたのである。22-23の若手がファンデルファールトにこれ言えんのやばいだろ。チームのキャプテンでありオランダのレジェンドにこの態度を取って許されるのはイブラだけ。ワイもムカつく上司にこれ言ってみてえよ。チームのキャプテンに脅迫はくさ。また足をへし折るエピソードつながりでいくと、イブラがユナイテッド移籍を決めた際に、まだ移籍先が決まっていなかったポグバをユナイテッドに連れてくるため、イブラ、ムヒタリアン、ポグバの代理人を務めていたライオラに対して、ポグバを他のどのクラブにも移籍させるな。さもなければ俺がお前の足をへし折るぞ。と冗談なのか脅迫なのかわからない言葉を投げかけ、その後レアルマドリードやバルセロナなどから熱視線を送られていたポグバは、無事1億ユーロでユナイテッドに復帰したのであった。ライオラ気の毒すぎてくさ。代理人がクライアントから脅迫されてんのおもろすぎる。9番、俺のサイン入り自転車で十分だ。2013年に A 代表の歴代最多出場記録を更新したアンデス・スベンソンの記録を称え、スウェーデンのサッカー協会がボルボを贈呈したが、女子の記録を更新したロッタ・シェリンに対しては同様の褒章を与えなかったため、これが女性差別だと国内でプチ炎上した。これに対してイブラは地元新聞紙のインタビューで、俺は欧州の舞台ではメッシやクリスティアーノ・ロナウドと比較されるが、国内では一人の女子選手と比較される。もちろんロッタ・シェリンが成し遂げてきたことにはとても敬意を払っているし、スウェーデンの女子サッカーも素晴らしい結果を残してきた。でも男子サッカーと女子サッカーを比べるなんてありえない。笑えない話だよ。彼女たちの個人的な偉業に対しては高級車じゃなく俺のサイン入り自転車を与えれば十分だろ、とバッサリと言い放った。実力が全ての世界で誰にもこびず結果出してきたの畜生によるの正論。イブラのサイン入り自転車の方が欲しいやついそう。男子高校生にボロ負けする女子サッカーが男子サッカーと同じ給料は草。給料については女子サッカーがもっと人気になれば上がるやろ。人気ないからって差別って言葉を簡単に使うなよ笑い。女子サッカーも俺様くらい人気になれよ、っていう雷のエールなのかもしれない。また同様の話題がテニス界でも巻き起こっており、これにテニス界のビッグ3の一人であるジョコビッチが、女と男の賞金が同じ意味がわからない、同じだけもらいたいなら5セットやれ、と怒声論をぶちかました。セット数って言う分かりやすい精査まであるのに賞金同額はかわいそうだわ。男女混合のトーナメントを開催してはかわせるしかない。代打ステファンは試合中にホットドッグを買いに行った。2001年7月にオランダの名門アヤックスに780万ユーロ、約10億2200万というスウェーデンサッカー史上最高額で入団したイブラは、早速アムステルダムトーナメント、毎年プレシーズンに強豪クラブだけで開催される大会に出場すると、リバプールとの試合ではキレキレのエラシコを披露するなど会場を沸かせた。衝撃のデビューを飾ったイブラはその後大勢の記者に囲まれると、この試合でマッチアップしていたステファン・アンショズについて、俺は最初左に行った、そうしたらアンショズが左に来た、それで俺は右に行った、そうしたら彼も右に来た、それでもう一度俺が左に行ったんだ、そうしたら彼は試合中なのにホットドッグを買いに行った、と19歳とは思えないジョークで報道陣を沸かせた。ルーキーがアンショズをボコすの気持ちよすぎだろ。この当時からワードセンスがすごかったんやな。この試合でイブラのこと知ったけどマジで規格外すぎた。おまけロナウドよりルーニーだろ。03-04シーズンにスポルティングからマンチェスターユナイテッドに加入したロナウドは、クラブに在籍した6シーズンで292試合118ゴール69アシストというモンスタースタッツを残し、プレミアリーグ3連覇やチャンピオンズリーグ制覇など多くの栄冠をクラブにもたらした。しかしこの活躍をイブラヒモビッチは、ロナウドはゴールするだけ、美味しいところを持っていく、と語り、偉大な選手たちは1年から3年の間にピークを迎える。ウェイン・ルーニーのように5年、
10年と続けていくのは簡単なことではない。彼はよく走り、よく戦い、多くの犠牲を払っている。ロナウドと一緒にプレーしていた時、全ての仕事はルーニーがやっていた。だがロナウドが全てのゴールを決めていたので、ルーニーは十分な評価をされなかった。とコメント。ロナウドが過大評価とは思わないけど、ルーニーが過小評価されてるのは同意やわ。美味しいところを全部ロナウドが持ってった感は確かにある。ルーニーはロナウドと比べてビジュアルがあれやしな。なんでや、CW ニコルみたいで可愛いやんけ。というわけで今回の酒豆はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。